わしは今ほど魚が羨ましく思えたことはないな。魚に生まれてりゃこんな洪水の一つや二つ、三つや四つ、五つや六つ、七つや八つ、九つや十。パパ、いつまで言ってもキリがないよ。じゃあ三つや四つぐらいでやめとこう。つまりこんな洪水の三つや四つどうってことないんだが、鳥でもいい。鳥に生まれていればこんな洪水の一つや二つ、鳥は水の中に潜れたっけ。ああ、早く逃げ出せ、海に逃げ出せ。モーミー、これは二日分の食料よ。万が一パパやママとはぐれることがあっても、みんなでこのお弁当を仲良く分け合って食べて生きるのよ。生き抜くのですよ。やだよ、僕はパパやママと一緒にいるよ。いいから早く逃げなさい。ムーミンたちが無事に家を抜け出すまでパパとママは支えをしてるからね。ママ、ムーミン、パパのおっしゃるようにしなさい。もう早く逃げなさい。水が引いたらここに集まる。分かったね。さあ早く、ムーミン、パパ、ママ、ムーミン。どうしたんだろう、まだ浮かび上がってこないよ。心配しないで待つことよ、ムーミン。そうよ、世の中には殺されたって死なない人と、みんなに惜しまれながらも早死にする人と2種類の人がいるのよ。どっちかって言うとムーミンのパパとママ殺されたって死なない人の方に入るのよ。ミー、ムーミンを慰めてるの？それともムーミンパパとママの悪口言ってるの？もちろん慰めてるのよ。これパパの原稿用紙だ。するとムーミンの家は水に押しつぶされちゃったんだね。パパ、ママ。神様、ムーミンパパとムーミンママを天国に召したまえ。アーメン。ムーミンパパとムーミンママはまだ死んだかどうだか分かんないんだぞ。分かんないの？お前やることが早すぎる。早いのか？もうみー、あんたも水を買い出さなきゃダメでしょ。しー、みーのことは放っておきなさい。パパとママのことが心配なのよ。ひょっこり、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 ひょっこり。
おい、お前水買い出せなきゃダメじゃないか。私のことはほっといて、僕はパパとママのことが心配なんだ。どっかで聞いたセリフ。今聞いたセリフ。カルマですんな。僕は帰るだよ。ドタヘリクス来ねんな。眠気覚ましに探検しに行くか。なんだ。ははーん、この家の主はきっと頭がハゲてるんだぞ。ハゲ隠しのカツラがいっぱいある。こっちはヒゲか。よし、どこだろう。どうしたんだよ。あ、ダメだな。あれ、私たちずいぶん流されてきたみたい。レストランにデパートに洋服屋、ここは街ですよ。大都会ですよ。それに私たちずいぶん長い間眠ってたらしいわよ。だって4人とも顔中ひげだらけ。少なくとも1年や2年は経ってるね。お腹の虫が騒ぎ出したわ。そりゃ当然ですよ。僕たちは1年も食事しなかったんだから。僕の仕業とも知らないで1年も眠っちゃった。だってさ、バカみたい。とにかくお腹の虫を黙らせましょうよ。それが一番だわ。先生、ビフテキのうんと熱いのだの、オムレツのでっかいのだのを食べてお腹の虫をびっくりさせてやりましょう。よし、レストランへ行こうか。でもお金ある？ない。でも食べ終わったらさ、せーのってんで一斉に逃げ出したら。まあ、スリル。そんなことしちゃダメよ。皿洗いでもお給仕でも何でもして、その分働いて返すのよ。じゃあ行こうか。うん、かわいい。レストラン消えちゃったよ。ねえ、ここお化け屋敷じゃないの？もう嫌だね。だから嫌だね。やらないで、スミス。ねえ、ミミ、様子が変よ。隙も悪いんだけど。お前の仕業だな。やっぱり僕の仕業だってことが分かりますか。どうもしません。ふざけるな。おお、これは神様のお恵み。この紙に詩を書こう。パパ、いい加減にしてください。静かに。今とてつもなくいい詩ができかかった。死の斧言ってる時じゃありません。心配なんです私。ほう、何がかね。ムーミンたちのことがですわ。洪水の時に別れたままですもの。心配いらんよママ。ムーミンはあれでなかなか大した男の子なんさ。ちょっとやそっとの災難にはへこたれんように育っとる。まあ、わしに任せておきなさい。ムーミン谷に帰るには汽車賃がえぐ。何しろわしらははるか遠く離れたこの町まで流されてしまったからね。どうやって汽車賃を？詩ですよ。詩を売るんですよ。海の上には
は何がある。海の上には空がある。空の上には何がある。空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。その方たちは公園で聞くに堪えない野蛮な声を上げた罪により3日間留置所に留置する。けしからん。わしの声を野蛮とは何ですか。よく聞いてください。玉を転がすような声とはわしの声のことですぞ。海の上。やめろやめろやめろ。非常に人を不安にさせる声だ。こういう声を野放しにしておくことはできん。3日間の留置を3年間に延長する。ママと別れてからもう7日か。会いたいな。でもここがどこかもわからないし、パパやママがどこにいるかもわからないし、連絡の取りようがないな。ムーミン、元気を出しなさいよ。そうだよ、ムーミン。男の子が涙流すなんてみっともないよ。ムーミンの気持ちはわかるのよ。でも、ほんとほんと気持ちはよくわかる。僕だって寂しいんだ。一生ムーミン谷へ帰れるかどうかもわかんないし、下手すればこのまま町から町へ、村から村へさまよい歩く個人気にもなりかねない。そうね。本当にどうしたらいいのかしら。元気を出せ。こんなことぐらいでしょんぼりして。でも恥ずかしいと思わないの。胸を張るんだ、二人とも。でもムーミン、あなたがあんまり寂しがってる。頭を上げて。みんなで景気のいい歌でも歌うじゃないか。三四。でも変ね。何が。いや、確かにおかしいな。私たちムーミンが沈んでるから慰めてあげようとしてたはずよ。それがいつの間にか反対になって慰められてるのは私たちよ。そうか、ムーミンの脳みそって少しおかしいんじゃないの。みんな何してんの。いい。のお面がいっぱいあるわよ。ねえ、みんなでお芝居ごっこしない。退屈してぼやっとしているよりいいじゃない。やりましょう、お芝居を。それもお芝居ごっこじゃなくて本物のお芝居を。どうしたのよ、急に。お芝居をやるのよ。そうすればムーミンパパやママにきっと会えるわ。パパやママに会える。おお、これは素晴らしい。わしゃ芝居が大好きなんじゃ。早速出かけなくちゃな。ママ喜びなさい。何ですか、パパ覗き見なんかして。今夜ムーミン谷に帰れるかもしれませんよ。まあ本当ですな。所長閣下は今夜お芝居見物にお出かけだ。その隙にこの天国のような住処とはバイバイじゃ。つまり脱獄ね。ムーミン家の人間が脱獄なんて下品な言葉を使ってはいけません。所長の留守の間に出て行くだけの話じゃありませんか。ただし玄関からでなくこの窓からですけどね。何です。嫌ですね。やめてください。
こうなれば正面から堂々とドアの一部を開けさせていただいてと。いや所長さん、このドア調子が悪いですな。すぐ開いちゃうんです。ちょっと所長さん。何ですか奥さん。パパは悪気はないんですよ。ただ芸術が好きなんですの。特にお芝居には目がないんです。わしとそっくりじゃ。わしの小学校時代は学芸会で鳴らしたもんですぞ。私もそうじゃないかなと思ってました。ほほう、わかりますか。もちろんですわ。歩き方が素敵ですもの。確かに我ながら生かしとる。素晴らしいポーズ。確かにご婦人方はわしのポーズにしびれちゃうかもしれんな。別に意識はしておらんのじゃが。確かに所長さんはスターの雰囲気が。ありますか。あります。とも芸術に理解が深いのは当たり前ですわ。所長と囚人が一緒にお芝居に出かける。こんな素敵な留置場なんて世界に二つとありませんわ。今夜ご一緒にお芝居に行ってもよろしいでしょう。わしが連れて出るってのはちょっとまずいですよ。鍵をかけないでおいてくださればそーっと抜け出してそーっと帰っておりますから。そーっとね。なるほど。素敵。そうやって考えてらっしゃるポーズとっても素敵ねえ。それじゃ絶対人に見つかってはいけませんよ。いいですね。まあ感謝しますわ所長さん。あらパパ、お芝居見物諦めたんですか。脱獄は失敗だよママ。パパ物事に失敗するような方だったかしら。アーマ、一体私に何が言いたいんだ。良いことでも悪いことでもとことんやる、そしてやってのける、それがパパだったけど、落としかしらやっぱり。落とし？私を怒らせようってのかい。もう怒ったぞ。パパ、大丈夫ですか。なーに、これがパパの底力さ。さあママ行こう。パパとママ来そうもないね。今夜は無理よ。私たちのお芝居が国中の評判になるまで待つのよ。そしたら私たちのことが新聞に載り、テレビに出るわ。そしたらきっと来るわよ。でもパパとママが新聞もテレビも見なかったら。ムーミンパパはお芝居が大好きでしょ。だったら評判になってるお芝居ならきっと来るわよ。うん、きっとそうだね。もうみんな入ったらしいわ。さ、行きましょう。うん。やれやれ、間に合ったらしいな。所長はわしらの脱獄にまだ気がついておられる。よくまああれでおまわりさんが務まるもんだね。パパ、看板をご覧なさい。看板は白雪姫。その横。入場無料。その横。主演ムーミントロール。何？ムーミントロールが白雪姫。ママ、急ごう。行きましょう。ねえねえ、この車ぶっ壊したらどうでしょうかしら。バカ、ずっこけ。警察の車壊せだと。そんな危険な考え方は全く危険である。でも車を壊しちまえばムーミンパパとママが逃げても追いかけられないでしょうかしら。うん、なるほど、いい考えだ。それ待ってよ、スタート。ゲロゲロ。先からもらった毒リンゴ食べて死んじゃった。ほらほら小人たち、そっちたちはどうして泣いているのだ。はいはい王子様、私たちの白雪姫が毒リンゴ食べて死んでしまったのでございます。白雪姫が。おお美しい姫よ。これ小人よ、姫をわしにくれぬか。ガラスの箱に入れて大切に飾っておきたいのだ。は、どうぞ。
白雪姫が生き返ったぞ。姫、白雪姫。王子様。ムーミン。パパ、ママ。ムーミン。迎えたかった。ムーミン、よかったね。さぞ辛かったろうな、ムーミン。白雪姫は王子と結婚してパパやママと会うんで、こんなにめでたい話があるかい。あれどっかで見たよ。いかん、こやわしんとこの囚人じゃ。やいこら待て。わしはこっそり見てもいいと言ったが、こんなに派手にやるとは何事じゃ。さあ逮捕する。バカこれ。大変な目に遭った。どうですか、所長さん。これでもまだ無実の私を捕まえるつもりですか。そう、わしの仕事じゃからね。できるまでここでみんなで楽しく暮らそうじゃないか。パパがお芝居を書く、それをみんなで上演する。いや素晴らしいね。なあムーミン。うん、パパやろうよ。空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。